牧内直哉は、日本のフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、タレント、大阪府高槻市出身、フリーランスとして活動している。高槻高等学校時代は、生徒会長を務めていた。大学は、日本大学芸術学部出身、落語研究会に所属していた。1991年4月に、富山 FM 放送に、アナウンサーとして入社。2006年3月に FM 富山を退社、フリーアナウンサー兼タレントとなる。ラジオパーソナリティやテレビ番組の司会、ナレーション、サッカーや野球、ドッジボール、その他のスポーツ実況、ニュースや CM などの原稿を読み、イベント MC、雑誌原稿の執筆などマルチな活動をしている。アマチュア落語家安、野江仁学祭、劇団バラ団員としても活動中。自分で作ったフリートークは人生の切り売りという言葉を座右の銘にしている。好きな女優は永作博美、釈由美子、小倉優子。好きなミュージシャンは山下達郎、サザンオールスターズ。趣味は競馬、阪神タイガースの応援。特技は落語。好きな食べ物は餃子、ホルモン、プリン。休日は溜まっている洗濯をして過ごす。あとは日によっていろいろ。放送局名がないものは FM 富山の番組。ありがとうございます。